他真的很高兴能够参加 TRL， 能够被我们这个 大会王的邀请。当然他说他觉得很紧张，又可以跟这么多厉害的前辈一起参加 TRL， 那心里其实是有点紧张，希望自己明天后天大后天的表现能够好一些。来，下次请葵会长来干什么。继去年哦，今年又被主办单位邀请，他觉得非常荣幸。那他希望呢，能够像去年三天一样的，在未来的这三天可以继续努力加油。谢谢大家。再考给他上，お願いします。はい、私も今年で2回目なんですけど、こうやって呼んでもらってすごく嬉しいですし、あと会場が今回すごい大きくなっていて、本当になんか集まってくれるかなっていうちょっと心配はあるんですけど、3日間楽しめたらいいなって思います。ありがとうございます。河北小姐说呢，她也是今年是第二次被主办单位邀请。那呢，她呢觉得说今年场地特别大，那她稍微有点担心说到底大家会不会来的人数不够这样。所以你们大家一定要好好的啊来参加来支持 TIE 这样，谢谢大家。じゃあ、阿里奶茶、お願いします。そうですね。コロナ禍を除いてほぼ全部 TIE に参加できてると思うんですけど、こんなに大きな会場であるのでやっぱり初めてなので。ちょっと緊張もあるんですけど、皆さんと一緒に楽しく3日間を終えれたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。我们希望大家有说，他几乎哦每一届 TIE 其实真的是已经是每一届 TIE 都有参加了。那他呢也是一样觉得说，哇，今年的这个场地哦这么大，他也是第一次来到这么大的场地。大家希望各位粉丝朋友都能够来参加来应援他。谢谢大家。再次感谢，お願いします。去年の TIE が初めてでとっても楽しかったので、私も皆さんとの楽しみをたくさん作れたらなと思ってます。なので一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。我们英光大小姐她也是说呢，她去年呢有来参加，那今年也很荣幸的再次被主办单位邀请。那她希望呢今年哦大家可以一起好好的热烈的来参加这次活动，一起来把这个场的气氛呢炒热，大家一起开心的度过这三天。谢谢大家。じゃあ長澤さんお願いします。はい、私も今年で2回目の参加になるんですけど、5月にさくらまなさんと記者会見ご一緒させていただいて、そこから今日も楽しみにしてましたので、明日からの3日間よろしくお願いします。楽しみましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。好，我们记者小姐说呢，她今年呢也是第二次参加 TIE， 但她在今年五月的时候有跟沙江真奈小姐一起来这个做记者会的宣传。那她其实从那个时候就很期待今年八月的 TIE， 那希望大家一定要好好的来多多支持 TIE， 还有来帮她应援，谢谢大家。今回台北に来てなんか特に行きたいとことか、または食べたいものとかありますか。じゃあ石川さんお願いします。はい、私はディンタイフォン の鶏のスープがすごく待ち受けにするぐらい好きなのであれを飲みたいです。ありがとうございます。我们石川小姐说呢，她非常喜欢喝鼎泰丰的鸡汤，她已经是等不及能够赶快再去喝一下，非常喜欢这个鸡汤。她希望这次也有机会有时间可以再去鼎泰丰品尝一下这个鸡汤。私、昨年来た時にカラスミを台湾の初めて食べてすごい美味しかったので、なんか空港で買えると聞いたので、帰り絶対に買って帰ろうと思います。ありがとうございます。我们小江先生说，去年来台湾，第一次吃到台湾的乌鱼子啊，这个名产，他觉得非常好吃，就很惊讶。那他听说呢，在回程的机场好像可以买得到，所以他今年的一定要带乌鱼子回日本。这样子，好，皆さんお願いします。はい。去年10月にも一回台湾に
全然違ったので、また今回食べれたらいいなって思ってます。ありがとうございます。何可小姐说呢，去年十月她有因为工作的关系来台湾一趟，那在那个时候那个时候她品尝到台湾的这个粥品，那她觉得台湾的粥呢非常好吃，跟日本完全不一样，因为她可能不知道日本的粥呢是生病的时候才吃，那台湾是把它当做一个美食料理在食用，那她觉得这一次呢希望有机会还可以再吃一下台湾的一个粥。等一下啊，品尝上感谢吗？前回台湾行った時に空港でいただいたんですけど、OK， 来的呢。我们希望大家说呢，去年呢，他在这个机场呢吃到他的贡丸汤，那让他觉得非常惊艳。那今年呢，想要再回去的时候再喝一下这个贡丸汤看看。じゃあ、佐川さんお願いします。本場の小籠包がとっても美味しかったので、今年もたくさん食べたいと思います。ありがとうございます。他说小笼包的果然还是要吃道地的最正统，那希望这次也有机会可以在台湾吃到非常好吃的小笼包。じゃあ次、長澤さんお願いします。ご飯じゃないんですけど、私は台湾ビールが本当にすごく好きで、来るときお仕事終わりに毎回いただくので、今回もほどほどにして、たくさん飲みたいと思います。ありがとうございます。我们接着下来说，虽然他要分享的不是吃的，他非常喜欢我们的台湾啤酒。他说啊，他之前每次在台湾的，每天都会品尝一下台湾啤酒。那这次他也会斟酌适量的来品尝台湾啤酒。谢谢大家。来，以上でございます。ありがとうございました。Thank you for watching. This channel has been established for more than 10 years due to interest. Photography costs plus transportation expenses are too much. And YouTube yellow label policy caused me almost zero income. Daily time only rely on part-time jobs to survive. So we launched the sponsorship program version 2.0. Please help the survival of the channel.